ルイ・ドブルボンは、フランス王ルイ14世の諸子、ベルマンドは白。母は、ルイ14世の公めかけであるルイーズ・ドラバリエール。ルイの前に男児が二人生まれているが養成しているため、ルイーズとルイ14世の長男でありながら、認知されたのは出生してから二年後である。ルイは、姉のマリー・アンヌ・ドブルボンと非常に仲が良かった。父により、幼くして、 フランス海軍大将の地位を与えられたが、実際は海兵隊員に認められるまで2年かかっている。母ルイーズが1674年にカルメル海修道院に入る際に、父の義前であるオルレアン号フィリップ一世の日エリザベート・シャルロットド,ド、バビエール・ニルイとマリー・アンヌを託している。オルレアン公爵夫人は、その後何度かルイーズの子供たちの成長の証を、 自参して何度か面会しているが、ルイーズは過去の過ちを悔い改めたとし、オルレアン公爵夫人が自参したものにキスすることを拒んだとされている。若く寂しい10代を過ごしたルイは、美青年であったシュバリエ・ドロレーヌに同性愛の手ほどきを受けた後、シュバリエが仕えていた叔父のオルレアン公フィリップ一世の同性愛の仲間となり叔父のお気に入りとなった。ルイのこの過ちは、父の怒りを買い、 1682年に海軍大将の地位を降りねばならなくなった。しかし翌年、オルレアン公爵夫人により、フランドルで戦うことでこの過ちを取り返すよう、取り計らわれ、それに応えて多くの力を尽くしたが、父からは、ルイの働きを決して評価されることはなかった。1683年、ボーワンの率いる軍隊の中フランドルで病死、アラスにある。 大聖堂に祀られた。ありがとうございます。